猫背がひどくて呼吸が浅い、肩が凝っていつももっこり、そういった人は今回のエクササイズで解消していきましょう。スマホを置いたら肘ついて行います。肩を回していきましょう。まずは片方ばっかり肩回してください。片方肘つくことで肩甲骨を動かしやすくなります。見ながら真似してください。上に手を伸ばします。Ah.